パリ五輪の柔道男子6 6キロ級で連覇、混合団体で銀メダル獲得に貢献した阿部一ふみ、パーク24、が12日放送のテレビ朝日系、3度のパリ五輪総集編メダリストが最速大集合。名場面、非、全部台裏 SP570 に出演。妹で柔道女子5 2キロ級の阿部二24、パーク24。 が2回戦で敗れたた瞬間の心境を振り返った写真あり、イメージ違う阿部歌、美しすぎるドレス姿にプリンセス、皇后 c ーの声師は連覇を狙ったパリ五輪でまさかの2回戦負け、敗戦後は人目をはばからず大号泣、この姿に会場からはスタンディングオベーションで歌コールが沸き起こっていた。 失意の2回戦敗退から6日、混合団体の初戦となる2回戦のスペイン戦で先鋒を務め合わせ技一本で見事な勝利を飾って銀メダルに貢献した同局の独自カメラが歌が負けた瞬間の一二三を捉えていた一二三は思わず声を上げて驚きの表情を見せたそれでも自身の今大会初戦となる2回戦に向けてすぐに体を動かしていたそして詩の敗戦ショックにも動じず 自身は五輪連覇を果たした。スタジオに出演した一二三は、滋賀混合団体で復活勝利を果たした瞬間の心境を聞かれると、オリンピックで個人戦は負けてしまったけど、勝ちで終わったというのが僕は大事、大切になったかなと思いますと明かした。また、会場の「歌コール」については、本当に愛されているなと思いましたと振り返り、敗戦した瞬間は、 投げられた時は日本中の皆さんがそうだったと思うんですけど、一瞬、時が本当に僕も止まって、すぐに裏に行ったんですよね、ちょっとどうしようかなって思ってました、実はと、すぐには受け入れることはできなかったと明かした。